今回最初にやってきたのは新潟駅から徒歩8分 NGT48 劇場。番組 MC 中井梨花ちゃんが出演する劇場公演へ。この日はグループにとっても梨花ちゃんにとっても特別な日なんです。さあ皆さん、 NGT48 のメジャーデビュー日を私たちと一緒にお祝いしますよ。6年前、自身がセンターを務めたデビューシングル青春時計が発売された日を祝う記念イベントを開催。そこで発表されたのは、皆さんにご報告があります。私中井梨花は NGT48 も卒業します。そのステージに密着。ありがとうございます。卒業に込められた思いとは。NGT48 卒業を発表したステージに密着。はい、皆さんこんにちは。おつぼねとおつぼね予備軍です。ありがとうございます。デビューシングル青春時計リリース6周年記念イベント始まりました。いつもの公演もこんな感じなんですか。あ、でもいつもちょっと私最近出していただけたら。確かに。と自虐を入れつつ会場を盛り上げます。今回の企画も劇場周年とかグループの結成の周年をやるのにデビューの周年は無視されてきたで。だからちょうどキリいいかなと思ったんですよ。おでもなんか6って6じゃあ5年目にこの日のステージは歌以外にもいろんな企画が目白押し。最初にやる企画はこちらです。日本地図を埋めよう。日本地図に番号が振ってあるので、うん、この3人でマリナさん、リカさん、カホで、あ、私も、はい、じゃあ1番から、はい、いいですか。ごめんなさい。私も一応、うん、あのふわりあいっていう番組。おお、そうだよね。いろんなところに行ってるから日本海側は得意なんです。そうだよね。じゃあ行きます。はい、はい、15番。あー、このクイズメンバーが最も苦戦したのが北関東のこの3県。皆さんは分かりますか。8、9、10一体忘れよ。忘れましょう。これ忘れましょう。8、はい、8栃木。うえー、もう一つ8だよ。8、違う違う、海沿い、8は海沿いの茨城。9が栃木だ。そして10番は10番、茨城、栃木と来ましたら、これ10番出身の人います。あ、います。いるわ、やべえ、間違えらんねえ。どうしようどうしよう。はい、どうぞ。群馬。さらにこんな企画も。ということで、ここからの企画は帰ってきたあざと警察。
垂れ込みを。あ、そうなんだ、はい、こちらです、はい、まだ行きますよ。行きましょうよ。ここまで来たらちょっと、あれ、そしたら次どれ来る、ちょっと待って、あれ誰だよ、はい、次こちらです。おーい、せっ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 、先ほどのほら先ほどのゆかちゃんがせっ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 言ってた、言ってよ、ちょっと待って、せっ人差し指、人差し指、あれ角度さあ45度みたいな、理科を見ろみたいな、そう理科しかみたいなね、そうこじつけがすごいあざとい、あざとい、あざとい、はい、はい、続いてじゃあ、あざとき、ちょっとここまでとします、はい、父かちね、早く閉まってくださいよ、もう恥ずかしいから、これ出しっぱり、出しっぱり、出しっぱり、このまま次も行こう、出しっぱり、出しっぱりと盛り上がる中、イベントはクライマックスへ。すごい、私、中井梨花は NGT48 も卒業します。中井梨花涙の卒業発表の模様は番組後半で。最後の曲を歌いたいと思い、ちょっと待った。はい、ここで私から皆さんにご報告があります。私、中井梨花は NGT48 も卒業します。私は NGT48 に入って約8年、本当に最低な時も最高な時もNGT48 で全部過ごしてきたので、アイドルでやらせていただけることを、全て私はやりたいことをやらせていただいたなっていう気持ちだったので、芸能界は少しあの心の休養期間というか、ちょっとお休みをいただいてからまた自分のペースで再開していただけたらなと思います。でもとりあえず夏までまだ時間があるので、あのそれまではたくさん私と一緒に思い出を作ってくれたらいいなと思います。泣かないで。ありがとうございます。最高のアイドル人生だったので、私の中では悔いはないかなと思います。あのその中でもこの曲を歌い続けてこられたことが本当にあの嬉しかったので、
これからも楽曲もそうですし NGT48 のこともよろしくお願いします。それでは最後の曲になります。聴いてください。中井さんがどういう存在だったかみたいなちょっと聞かせていただいて、いいの顔ですよ。本当に聞かせてはみんなのツッコミとかを。 MC はリカさんがいれば、うん、あもう安心だよね。もう NGT の顔でもあったんですけど、うん、でもそれと同時にグループのこと後輩のこととかも見てないようで見てくださってたってなって個人的にはそう思って見てたんだよね。そういっぱいね。なことないよ、めちゃくちゃね。それ見たことないそういうとこね。そうそうそう、可愛い。本当にカリスマだなって本当に思って、うん、そんなことないですよっていうので、いなくなったら本当に嫌だなって思ってます。卒業までにやっておきたいこと、中井さんとやっておきたいこと。一緒に旅したいです。おお、じゃあ新潟ロケしましょう。あ、ちょっと何してとっても紹介します。うん、やろうね、うん、しましょう。まあ、ステージいっぱい立ちたいのか、私は。うん、ステージいっぱい立った。公演の練習するね。うん、それが一番。出て。うん、何気ない時間を一緒に共にしたい。そう。で、この状況をね、あまりよく思ってない覚えはるかさんが今、映れる、うん、なんかこの公演に聞こえなかったってブチギレてるっていう話を聞いたんですけど。ということで、中井さんに一言。そうですね、なんかそのメンバーとメンバーじゃないの境で、そのリカさんがこれからその概念を変えるになってほしいから、はい、はい、ということでもクラクラのプロデューサーは引き続きやるんだけど、私は出ないんですよ。すごい、プロデューサーしてる。はい、やるので、はい、任せやで。死ぬわけじゃないか。そう、今回はご当地麺特集。全国各地にはまだまだ未知の麺がいっぱい。ひげそばは本当に沼ですね。食べやすくて気づいたらなくなってますね。これが山形の肉そばらしいんですけど、今回もゆるーく麺料理を楽しみながら、ついでに次の旅先も決めちゃいます。